こんにちは、ダイレクトランス社長の広島です。今回はオリジナル曲がうまく作れない時の処方箋を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。オリジナル曲が完成したけどもいまいち納得できないなんていうことは、たくさんあると思うんですが、今回試していただきたい処方箋はコードとメロディーの処方箋になります。これはどういうことかというと、メロディーや歌詞は非常にいい、さらにコード進行もいい感じだけど、これらがミックスした時にいまいちという感じのもの、これが結構あるんですね。そして今いまいちと言いましたけど、実はいまいちというのは音がずれてるとかではなくて、ありきたりの組み合わせになってる可能性が多いということなんですね。どういうことかと言いますと、メロディーというのはコード進行にどうしても引っ張られてしまうということがあるんですね。そうしてしまうとメロディーも悪くないんだけれども、このコード進行とメロディーだと今までどこかで聞いたことがあるような感じだなという段階になっている可能性が多いんですね。そうすると自分でもまあ悪くはないけど、何かどこかで聞いたことがあるような曲っぽいよなから抜け出せなくなってしまうんですね。では今回はその時に使える処方箋を紹介したいと思います。例えばコード進行をサビなどでよく使われる2、5、そして3、6なんていう非常によく使われるコード進行を使ったとしてもですよ、メロディーがどうしてもこのコード進行、普通の人だったらベースラインのターン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 というこれが残ってしまうので、タララ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 ラなんていうふうに団子のようにコードと全く同じ動きをしてしまう。こうなるからパッと聞いた時にいまいちだなって聞こえてしまうんですね。今回の処方箋はシンプルなコード進行でベタなメロディーを作る、これが1段階目。そして2段階目でメロディーはそのままでコード進行だけを変えるという流れの処方箋になります。では実際にやってみましょう。キーが C で、そしてすごく分かりやすい、じゃあコード進行、1の C から4の F、 そして5の G、 そして C、どこにでもある3、5度の C、F、G、C というコード進行。このコード進行にメロディーもベタな感じのメロディーを作りましょう。いいですね。シンプルなコードにめちゃくちゃ簡単なメロディー。そしたらこれを実際声で歌って何か歌詞をつけましょう。タン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 タラララララ、歌詞もじゃあすごいベタベタな感じにしましょうかね。どこかでまた会えるかな、こんな感じにしましょう。メロディーはどこかでまた会えるかな、なんていう歌詞。どこかでまた会えるかな。本当にシンプルなコード進行、そして単純なメロディー、そして分かりやすすぎるぐらい本当に単調な歌詞ですので、このままでは面白くないんです。ただこれでいいんですよ。この時に複雑なメロディーにしないでください。なぜかというと、2段階目にコード進行を変えるからなんですね。そしたら今度 C、F、G、C という
この進行をそれこそ先ほどのじゃあ2536のこのコード進行に変えたら、どこかでまた会えるかな。どうでしょう、さっきは非常に子供っぽいどこかでまた会えるかなみたいな小学生っぽい歌だったのが、どこかでまた会えるかななんてやるとちょっと大人っぽくなったと思いませんか。さらに他のコード進行でも試してみましょう。 Just a two of us なんかの4、3、6、このような進行もやってみましょうか。どこかでまた会えるかな。ああ、これも面白いですね。 F メジャー、 E7 ス、 A マイナー、 G マイナーから C7 なんていうのもありですよね。さらに4シャープから半音ずつ4、そして1/3、2の D ミニッシュとかやったら、どこかでまた会えるかな君とさようなら、なんていうのも非常にドラマができましたね。メロディは全く変わってないんですよ。コード進行が変わっただけで、ね、こんなに変わってくるわけです。他、あ、いいですね。 A マイナーからのクリシュなんかも、どこかでまた会えるかな君ともう一度。これもまたガラリと変わりましたね。今の流れいかがでしょうか。先ほど最初1番シンプルなコード進行でベタなメロディーを作るという流れやりましたね。なのでどこかでまた会えるかななんていう普通のメロディーと普通のコード進行、普通の歌詞なんていうもうベタベタな流れをまず作るわけです。そしてそれを今度コード進行を変えました。いくつかありましたね。2536なんていうのと436なんていうのもやりましたし、4シャープから4/3、2なんていう半音で下がっていく流れもやりました。そして6マイナー、 A マイナーからのクリシェ、しかしなぜこれがハマるんでしょうか。その答えは最初に言ったコードなりにあるんですね。どうしても最初はですね、コード進行に引っ張られてしまう、コードなりのメロディを作ってしまうんですよ。で逆にそれをうまく逆手に取るわけですね。そしたら最初1451というのでベタなメロディを作ったわけですけど、メロディがC コードにとってドドレレなので、おいしい音は何も入ってないんですけど、例えば D マイナーから始まると D マイナーセブンスから見たこのドの音っていうのはそうセブンスなんですね。ですのでドーンが先ほどの C コードバックだったらどこかでだったのに対して、 D マイナーだとどこかでまた会えるかなとなると、いきなり切なくなるわけですよね。コードとメロディーの関係なわけですよ。ただ今度はじゃあ D マイナー、 G7 ス、 E マイナー、 A マイナーでやってると、今度はメロディーを作ろうとするとタラララタ、同
同じような動きをしてしまって全く目立たなくなってしまうんですね。これはやはり意図的な訓練をしないとなかなか難しいので、あえて先ほどベタなメロディを作りましょう。ポイントがそこにあるんですね。そのベタなメロディがコードが変わると実は美味しいメロディになる可能性がいっぱいあったわけですよね。それこそ4シャープマイナーセブンスのフラット5なんていうのは F シャープマイナーから見たこの C の音っていうのはフラット5。どどこかでまた会えるかな。いきなりドラマですよね。先ほどの A マイナーからのクリシャも A マイナー自体の時はドーなのでフラットサードの音で、まあ普通なんですが、そのままどこかでまた会えるかな。このあたりなんかはもう心が引き裂かれそうないい感じのコードとメロディの関係になってるわけですよ。上級者の人でしたらこのコード進行にこういうメロディを狙ってやろうということはできるんですが、最初はなかなか難しいです。ですのでそのような方には今回の処方箋をぜひ試してほしいんですね。そうするとベタだった流れがコード進行が変わった時に、あら、これはいけるんじゃないかな、なんていうふうに変わってきます。もちろんさっきの2536なんていうところでも25そして3のところは3マイナーではなくて37とかに変えてもいいんですよね。それはどこかでまた会えるかななんていうふうに変えて、あ、もっといいかもなんていうふうにしても大丈夫です。この処方箋のいいところは偶然に美味しい音になる可能性があるというところなんですね。狙ってフラット5の音程だったり、イレブンスを狙ってやろう、ナインスの音を狙ってやろうということができなくても、普通のベタなコード進行で作った後に他の楽曲で使われているようなコード進行を合わせてみるわけですね。そしたら、あれ？意外と面白いななんていうのもいっぱい出てくるわけです。これはよく僕がピアノ弾き語りの時なんかにもやっていて、例えばダラダラダダ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 なんていう、これが普通のメロディーなんですけど、これに対して全く違うメロディークイーンの We Will You Rock You なんかを Body you a boy is a big noise Praying it's still gonna be a big mess someday Won't matter your friends Big display Kicking your candle over the place Singing We will we will rock you We will we will rock you なんていうふうに全く違う曲同士をうまくコラボしてあげることによって、今までに耳で、体感したことがない組み合わせを作るなんてことも、できるようになっていきます。ぜひ今回の処方箋を使って名曲をバシバシ生み出してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。